はようございます。今朝はね、まだ暗いですね。でもね、なんか沖の方がね、ちょっと明るいんですが、これから吹雪らしいですよ。北陸地方も北日本の方もね、厳しい、また冬に戻ったという一日になりそうですね。今朝の街頭演説はですね、このやっぱ魚津市のね、まあいろいろな諸問題ありますけども、特にですね、この町自体いかにしてその付加価値をつけていく、まあ、そういう産業をね、作るのかということに尽きると思いますね。大体ね、まあ、地方都市どこでもほぼ地方小都市一緒なんですけども、まあ、ほぼ税金でですね、その経済が回ってるという街が多いんじゃないかと思います。経済計算、県民経済計算のデータなどによると、魚津市のこの経済循環しているお金というのは大体2000億円、らしいですね。で、果たしてその中でね、まあ、どれだけこの地元でお金が回っているか、そしてどれだけね、この中央からの補助金や交付金が回っているかということ、まあ、これに尽きると思うんですね、経済成長ってのは。で、やっぱり公的セクターのね、生産性はまあ、そんなに高くないし、そうなると経済成長率もね、低くなるのは当たり前ですよ。ですから、まあ、大きな目で言うとね、この交付税制度とか、まあ、これ仕方ないですけど、補助金によって地方創生をやろうっていうのは、もう根本的な原理原則から言うとね、これ難しいですね。まあそこでまあどうしていくかという、まあ曲芸的な要求を私たちはまあ受けているわけですけども、本来なら私ずっと言ってますけど、権限以上、これをしてなんとかなっていう感じですかね。どうしてもね、やっぱ自由主義社会ですから、もう一点にこう偏差が出てしまうのは仕方ないですよね。特に都市論から言うとそうなってしまうので、これじゃあどう補正するかというところに、ただの補助金制度だけでは生産性高まらないしね、経済成長率も上がらない中で、じゃあやっぱ権限以上だろうということを越川は、なかなか分かりにくいですけどね、これをね、申し上げていきたいというふうに思っております。